魚拓魚拓とは、釣りで釣った魚の像を、墨や絵の具を使って紙などに転写したもの。釣り上げた魚の原寸大の記録を残すために、行われる。魚に直接墨を塗り布や紙に写し取る、直接法と、魚に布や紙を乗せて、上から墨や絵の具で色をつける、関節法がある。また、この手法になぞらえて、インターネット上のウェブページの内容を、 証拠画像として保存する、ウェブサービスを魚拓サービスとも呼ぶ。この用法で、魚拓という言葉を用いたのは、ウェブ魚拓が講師である。直接法の大まかな工程は次のようなものである。魚を洗う。魚の表面の水分を取る。魚に墨を塗る。墨を塗った魚に紙を押し付けて、墨を転写する。魚の種類、長さ、重さ、釣り上げた都市き日。 釣り上げた人と別人の証明者の氏名を記載して、完成。関節法の大まかな工程は次の通り。魚を安置する。布や紙を霧吹きで湿らせ、魚に密着させる。墨や絵の具を吸わせた担保で魚をなぞり、魚体を写し取っていく。魚宅を魚から剥がす。魚宅一般に、直接法は勘弁だが細かい表現には向いていない。間接法は、 技術的に難しいが、色の使い分けが可能なことから、芸術の域まで達するような作品もある。技術の進歩により、魚の写った写真から魚の部分のみ抜き出し、魚卓に加工して、プリンターで和紙に印刷することが可能となっている。代行サービスもある。魚卓は、省内藩が発祥とされ、日本で、現存最古のものは、店舗10年2月に、 現在の東京都墨田区錦糸町付近で釣られた船の、魚宅、錦絞堀の船とされている。旧代藩主、堺井正志発が釣り上げた船であるとされ、現在は、鶴岡市郷土資料館に所蔵されている。省内藩では、爆藩体制に入り、平和な世の中にあっても、勝負の心を忘れないために、海釣りが奨励された。夜中に、鶴岡城下を出発し、 夜の山道を二十キロメートル以上歩き、日本海の荒波に、小内竿と呼ばれる、独特の長い竿を振ってタラなどの大きな魚に、立ち向かった。長い竿を担いで、目の効かない暗く遠い山道を歩き、あれこれ戦略を立てながら、釣り糸を垂らし、心を張り詰めながらも、静かに獲物を待ち、荒海の中から一気に大きな魚を釣り上げるのは、武士の道に通じ、鍛錬には、 もってこいであった。そして大きな獲物は打ち取った敵将の首に見立てられ、魚卓にして藩主に献上されたという。ありがとうございます。